さしちゃう。もう始まってる。はい。さあ、それでは。はい。うん。ミラノのこんばんはじゃ。こんばんは。危ない。こんばんは。我ら越後上越上杉おもてなし部招待。上杉影勝である。上杉家の姫綾でございます。足軽組頭十五郎にございますね。さあ、ミラノの出る人じゃ。わあ、日本スキー発祥110周年。デビュー祭大開催おめでとうございますね。そう言ってでも大開催とはちょっとね、はい、ちょっとなかなかけども行けなかったですけど、うん、まあ今年は、はい、まあ、昨年に続いてこうレルコロナウイルスのようなそうですね適用のせいで、はい、縮小開催となったけど、はい、このように、はい、本日はレルヒゾライトアップということで、はい、もう今回一夜限りの、うん、レルヒ少佐様の一本勢をねしっかりとお持ちになられたこの銅像がライトアップということで影勝様、我ら武将隊今10年目冬10年目ですよね。そうじゃレルヒ様は毎年お邪魔してましたですよね、うん、でもこの明かりがついたレルヒ少佐の銅像の前で名前を見るの初めて、そして演舞も初めて、もう全部初めて初めて、やっほー、夜景を見るのも初めて、夜景に綺麗ですね、うん、本当に綺麗なんです。ごめんなさい、お届けできてないかもしれないんですけど、バカ綺麗でございます。そしてなんか天から降ってるのは雨でございます。雨だな、これは雪というか雨だな。そう、どうしよう、ちょっとみぞれ混じりですかね、うん、はい、実はな、まあ、演舞の一発勝負ということで、はい、これからコロナウイルス収束してな、はい、無事元の素晴らしき世に戻っていただけるようにと、そうですね、我らの演舞にて、はい、今日はレルヒさんをしてみようと思う。はい、さあでは行くか、外行くか、はい、一発勝負だから一本勢スキーと位置をかけたんですか。そんなこと準備しておきます。さあそしてこのように足場がごったごたです。ごったごた、もう雪ごったりみたいな言い方ですね。もう完全に雪なので、そしてちょっとな足もボコボコしてるので、途中で我らも転ぶかもしれないという、そこはご了承くださいませ、うんうん、何が起きても不思議ではないので、はい、そういったところも含めて楽しんでいただきたいと思います。お願いいたします。さあでは中頃準備ができたら参るぞ。そして手も冷たくなってきた、はい、大丈夫です大丈夫です、こちら行けまする、よし、はい、では準備いたしましょう。はい、あ、そうだ、あここに大きな穴いいの忘れてた、はい、母親のこの衣装、はい、新衣装お披露目でございまする、あ、そして白い白い、あ、あ、はい、雨に合う、そんなんだよやるぞ。旅もだんだん濡れてくるので、はい、早くやりましょう。はい、行きましょう。ここに穴、ここに穴。この辺は邪魔なんですか。いかがでございますか。大丈夫だと思う。はい、では掛け声をお願いいたします。それでは参ろう。はっ、レルヒゾライトアップ特別演舞連携じゃ。天国時代より長き時を超え上杉謙信公は居城春日山城、そして上越越後、さらには日の本を盛り上げんがため再びこの地に蘇った我ら越後上越上杉おもてなし武将隊、新たなる飛来草へいざ出陣じゃ。
てよろしいですかね、こっちまで。ちょっとこのライトアップに当たるところで、いいよ。さあ、無事に転ばずにできましたから、はい、なんとか。さあ、無事に点検もできたところで、最後はみんなで今年こそ良き年となるように記念いたして勝ち時で締めようと存じまする。はい、では今ここにいる市の皆様方もぜひ入ってくださる。はい、はい、後ろに入ってこれる方、どうぞお願いいたします。出てきました、一本勢スキー術110周年でございます。本日大変雨の中ではございますが、たくさんの方にご協力いただいて、はい、いただいております。開催させて、開催、はい、開催で、はい、させていただくことができました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ですから、はい、よし、では終わりますぞ。はい、お虫をあげー、うわー、いざー、えいえいおーえいえいおーえいえいおー、いざ出陣じゃー。おーおー、日本式発祥110周年ベルヒさん、ちょっと寒そうですけど、震えてる。じゃあ最後はみんなにこの夜景も見ていただきましょうぞ。夜景が夜景に見え、でも見えないかな、そのカメラというものでは。どうでしょう、向かって左側。あ、なんか止まっちゃった。あ、待って、なんか分からなくなっちゃった。ジーゴロは混乱している。分からなくなっちゃった。向かって左側が日本海、海でございまする。左側、三木平野、そして、高田平野。ジーゴロ落ちないで。はい、大丈夫でございます。米山さんも見えませんし、はい、あっちは、ジャイツ妙高駅方面ですね、今映してもらってるのが。いやー、良かったですね。はい、雨でいっぱいですけど。はい、素晴らしき時間が過ごしたと思うぞ。終わり、はい、よかった、うん、もう帰りましょう。寒い、大丈夫ですか皆様。はい、大丈夫です。終わりにしてしまう。それでは皆様、はい、さらばじゃー。はい、お体ご自愛よ。新潟県上越市金谷さんスキー場から無茶でした。